アムちゃんって聞いた瞬間に、なんか、つーちゃんだって思いましたもん。つーちゃんかもって思って、できるのアムちゃんかな、確かにって思った。嬉しい。ありがとうございます、先輩。いやいやいや、なんか、アムちゃんの、なんだろう、何をやってくるか分かんない感が楽しみで、嬉しい。で、聞いた瞬間に、あ、すげえって思って、もう、カエル感。カエル感、これが変えるか、個性をやっぱ出したいと思うから、作品的には。なるほどねって思って。そうですよ。だって CM も、ね、そうでした。撮られていて。CM が一番今のところ喋ってる。カジちゃんも出るわよ。先輩ちゃん付けですかね。私はドキドキしました。すごいあれが印象に残ってて。カジちゃんも出るわよ。あ、出たもの。そう、もう本当。あの時確かツイッターのトレンドにつゆちゃんが入ってたんですよ。あ、入ってた、入った。すごいって思って、それぐらい、入ってたんですよね。なんか世間を震撼させて。それこそ本編ね、ケロと、あとこう、オフの時にちょっと喋るぐらいだったんで、まだつゆちゃんって分かってもらえてるかなと思ったんですけど、ちゃんと皆さん CM でつゆちゃんって伝わっててよかったなって思って。素晴らしい素晴らしい。それ